お疲れちゃんです。ラットです。というわけで今回もね、クラッシュロイヤルやっていくんすけど、今日はね、グラチャレの勝率トップ3のね、デッキを紹介していきたいなと思います。というわけで、まあサムネでも分かったと思うんですけど、なんと勝率トップ3のデッキが全部まあ同じ系統ですね。というわけで、第1位ですね。いきなり第1位から紹介していきます。で、第1位がラバルですね。まあ、バルーンですね。はい、このラバルで、なんと、ヤンのアメファイブザップの、3スペルなんですよね。そう。これがちょっと珍しいところなんですけども、最近ね、ロケット奉仕とかコウモリとか、まあ、ウォールブレーカーであったりとか、まあ、なんかそんな感じで、小物系がちょっと多いのかな。ホグにも、ヤリゴブ、コウモリ、ホグみたいな感じで、小物系がちょっと多いっていうの、ただ、ロイホグも多いっていうので、このスペルなのかなと思うんですけど、なんかすごいね、偏ってる風に見えるんですけど、なんとね、今、グラチャレの勝率が今一番高いのでね、ぜひグラチャレ回る方や、まあ、クラチャレでもね、クラシックチャレンジを回る方でもぜひね、参考にしてみてください。で、第2位が、このね、バルーンでございます。まあ、環境のね、ゴブリンの檻とロイヤルデリブリがね、入った、バルーンで、このデッキは、ボムタワーのマスケタル域のバルーンとかもあるじゃないですか。よりは、こう、なんか、バルキリーが結構防衛力としてあって、あとはデリバリーも、防衛で優秀で、なんかアーチャーをとりあえずセパしたりとか、コウモリをセパからの、なんかディガー飛ばしてみたいな。結構ね、動きやすいんですよね。そう。なんかアーチャー出して、コウモリ出して、相手がなんか対空のユニット出したら逆サイにバルーン飛ばしてみたいな感じで、結構動きやすいと個人的には思ってるんで、バルーンをね、使い始める方にもおすすめかなと思います。というわけで第3位ですね。順番これ紹介するの間違えたな。第3位がこの遅延型のね、バルーンでございます。なんかちょっと前にこのスケの枠がライドラの方もあったんですよね。はい。なんですけど今ね、スケルトン型の方が、まあなんかこう回転がやっぱね、バルーンデッキって大事みたいな部分がね、若干あるので、まあこうスケなのかなと思いますが、まあライドラにしたい方はぜひライドラでもね、試してみてくださいというわけで、このデッキを今日はね、全部1回ずつ使っていけたらね、いいかなと思います。というわけで、今日はね、グラチャレになるんですけど、まあ、明日はね、マルチやりたいですね。明日はマルチ動画上げたいと思います。はい。2バットついてるんで、ね、もう負けたらやばいです。負けたらどうする？負けたらね、あくびしちゃってるわ、動画中に。やばい、マッチングしない。早く動画を終わらせたいっていうわけじゃないんですけど、暑いんですよ。部屋がめちゃくちゃ暑くて、ずっと扇風機つけてたんですけど、そう、扇風機の音が入るんですよね、そう、動画に。ワンチャン BGM で、まあ、消えるかもしれないんですけど、消えなかった時に動画ボツになるんで、動画撮るから扇風機切ったんですよね。切ったら切ったで、暑すぎてやばいですね。なんか早くマッチングしてほしいんですけど、このマッチングしないのが意味わかんないですね。なんでこんなマッチングしないんだろう。ちょっと早く対戦相手当たってほしいですね。というわけで、まあ、遅延バルーンでやっていくんですが、まあ、バルーンデッキは、まあ、キング起動をできるだけ始めされたくないですね。っていうのも、なんか一回キング起動されてしまうと、ディガーの飛ばす位置も結構限られますし、飛ばしてもなかなかダメージ飛んなくて、まあ、あとバルーンもね、結構通りにくくなるっていうので、まあ、前半は気持ちディガーで様子見しつつね、まあ、で、取れ手持ちだったら、まあ、バルーンをね、こう、どう刺していくのかっていうのをね、結構考えないとね、いけないやつでございます。よろしく。なので、バルーンは多分ね、取り手持ちにあんま刺さらないので、バルーン飛ばした時に、ディガーを飛ばして、しっかりディガーでね、コツコツね、削っていくっていうのが大事になってきますね。バルーンで竹取ってる時のディガーですね。まあ、初めは相手の敵はわかんないので、適当に飛ばします。あ、ホグですね。ここでホグ完封できまーす。ピュー！あ、待って。取るの遅かった。マジでこれ完封できるんですよ、本当に。ごめんなさい。年でごめんなさい。しかもめっちゃ入るコウモリ。で、ボムタワーエルゴブコウモリの箱ですね。あ、違う？エルゴブコウモリ、ウッドってなんだ？ナイトエルゴブコウモリ。そうっすね。で、多分マスケとボムタワーか。で、バルーンってボムタワーにめっちゃ弱いんですよね、これに。マジで。めっちゃ止まるんですよ、これに。すごいっすよ。えぐいぐらい止まるんですけど、雪玉か？うわ、箱か。いや、このね、爆破が良くないですね。でもまあ、爆破入ればでかいみたいな感じで、こう、ボムタワーも、防衛力めっちゃ高くて、バルーンあんま通んないんですよね。なので、まあ、結構ね、ディガー削りがね、大事になってくるかなと思いますね。よいしょ。で、まあ、クエイク打たれても大丈夫と。さあ、こっからですね。こっからマジでバルーンは本当に通らない。バルーンの爆破が入ったらラッキーと思いつつ、まああとは本当にね、ディガー削りをね、意識していかなければならない展開でございやすと言った感じですね。なので、一回、ナイトは嫌ですね。ナイトは嫌ですが、ナイトはそこにサイザラサイタで、ディガーの受けがないので、さあ、苦しい展開ですね。非常に苦しい。でも、OK。爆破入んねえかな。いや、爆破入るな。爆破入ればもうね、万歳ですね、バルーンは。もう爆破を入れることしかなんなら考えてないですね。うわ、待ってやべえ。これ今の多分、あれ、バルキリーの横行っちゃった。まあまあ、OK。さあ、1542ですよ。まあでも相手がクエイク箱ウッドなのか。クエイク箱ウッドなので、僕のね、あれなんですよね。マジ。これ多分ウッドくるかな。僕のアイスイズが無限に生きるので、オッケーオッケー。そうそう。別になんか焦る必要もないよという感じではありますね。で、ディガーで削りてー。ディガーで削りてー。いやー、このディガーでね、削りたいんですよ、僕は非常にね。これワンチャンザップっていいんじゃね？いや、入んねえか。さすがに入んねえか。でも、ヤリコブリン消える。いや、でかい。一体だけね。やってくるやつね。さあ、これ勝ちたいですね。ですが、本当に、本当にマジで、このミリの差になってくるので、ディガーゲーですね。ディガーどれだけダメージ与えれるか。このディガーで世界が変わります。バルーンをね、通す気がないんですよね。どうせ通らないんで。さあ、で、外してる。いや、でかいですね。で、ルート矯正一応ちゃんとして、ディガー飛ばして、トルネしちゃってもいいかもっすね。やりゴブ来る。いや、箱か。これに箱で、このボムの爆破とね、うまく使ってきますね。さあ、バルーン使いの方というか、まあ、ボムタワー使う人はね、こういう感じの相手の防衛がね、大事になってきますね。これ相手もあれ、スペル削りしちゃってるんで、僕もスペル削りね、負けじとやっていきますよ。で、これディガー裏にして、今回はね、うわー、さっき手前にしたのに、今回はもう手前にしないといけないです。これボムの爆入る。いや、でかい。でかい。勝ったんじゃね？さあ。トルネは34だったかな。34だった気がする。いや、たまたまラッキー。いや、でかいですね。っていう感じで、ちょっとね、若干苦しい要素あったんですけど、なんか、もうディガーですね。本当に。バルーン多分通んないんですよね。ほぼ確定通りませんね。まあ、たまに、いつかたまに通るぐらいですね。なんか相手が攻めクエイクとかした次のターンに、バルーンディガーザップの、そのザップがコウモリにね、当たるエイム次第とかね、速さ次第とかでは、こう、ギリギリね、ミリ残りとバルーンが入るかもしれないんですけど、ボムタワーを、デッキ変えてね、危ねえ参戦するんですよ。デッキ全部変える予定なんで、そう、バルーンってボムタワーにめっちゃこう、なんかね、強いみたいな思われてるかもしれないんですけど、全然で、逆になんならボムタワーでバルーン守れちゃうっていう感じなんですね。本当にボムタワーさっきのね、対戦相手の位置に置くと、本当にバルーン毎回爆破だけでね、ボムタワー単体でね、バルーン爆破だけで抑えれたり、ボムの爆破が絶対当たるんですよね。バルーンがタワーに行く前に。そう、なので、あれを箱と一緒にね、いい感じにやられると、結構爆破ダメも入るか入らないか怪しいみたいなシーンが何回かあったと思うんですけど、なので、結構ね、バルーンは通りません。倒らないんですが、ディガーがね、その分、コツコツ削れるので、ディガーでね、めっちゃ削っていくのを意識すると、ディガーが通るか、まあ、爆破がね、通るかって感じになってきますね。というわけで、とりあえず発射した一般ですね。これでまず僕はテスラクロス使うよと、フェイクをかけていきます。で、まあ、適当にコウモリセパして、まあ、これディガー合わせますね。アイゴレ割いてるんで、で、アイゴレタルババってなんだろうね。アイゴレタルババスケ。ボム倒れるんだ。バルーン対決だ。まさかのここでバルーン対決。いや、勝ちたいですね。バルーン対決はさすがに勝ちたい。で、うわ、すげえ。おしゃおしゃのおしゃだな。で、雪玉咲いた。これアイゴレがあんのかな。アイゴレですね。で、タルババ回んのか。まあ、一旦このディガーで削っていきましょうか。ディガーの、お、待って、ワンチャンアーチャーがヤンキーした。ナイスいや、でかいですね。このダメージでかいですね。相手はボムタワーあるんで、本当にバルーン取んないですね。ボムタワーと行き溜まるんで、これまた同じ理論ですね。バルーン入らないので、もうディガーでね、ディガーで相手のタワー全部削るプランって考えてもいいですよ。本当にその通りなんですよ。で、まあ、1個上で絶対釣れる。で、1回箱置いて、クッション入れつつ、OK、これは耐えれますね。からの、ディガー飛ばして、ここで相手はゴボリに対応するんですけど、ディガーに対応できない、スケ来て速攻ザップって、ダメージを稼いでいきます。このディガーですね。バルーンは、なんなら飛ばさなくてもいい。なんなら飛ばさなくてもよくて、まあ、ここがちょっとコストがないので、OK、2倍タイム。救いですね。あ、で、なんなら、あれは、これ単体飛ばすだけで、ボムタワーがないので、爆破が入るか、そう、結構コストを使わせられるんですよね。これでかいですね。で、マスケの、てかバルーンの爆破で、マスケ結構溶かせたらね、でかいですよね。そう。で、一回外に行っちゃったので、ですが、アーチャーが耐えると。で、ディガーで削る。いや、もうディガーで削ることしか考えてないですね。スケが出るから。うい。出ない。いや、マジで、このバルーンってディガーゲーなんですよね。ディガーでどんだけ削りますかっていう戦いになっちゃうんですね。で、ここ一回箱落として、よいしょ。そして、アーチャーを出すことによって、これね、雪玉打たれてもアーチャーがやっぱ優秀ですね。で、最後までディガーで削って、スケにザップって、うわ、やべえ、待って。ザップ、アーチャー優秀、ナイスという感じで、本当にバルーン通したっけって感じですね。一回も多分通してないですね。全部ディガーと、まあ小物がちょくちょく入ったみたいな感じですね。で、まあバルーン、ボムタワーないと、やっぱね、バルーン結構爆破とか入るんでね、その時は飛ばしてもいいかなと。まあ思うんですが、あんな感じで結構ね、ディガー削り意識すると、またね、こういう立ち回りもあるんだなと思ってもらえるといいですね。こう積極的にバルーンを飛ばして、ディガーでね、削るっていう、全然それもいいと思いますし、こうなんか、立ち回り無限にあるんですよね。マジ。無限にありすぎて、こういう立ち回りもあるんだなって、一つの立ち回りしか知らないと、その試合中にそれしかできないんですけど、10種類の立ち回りを知っとけば、試合中に、あの立ち回りはダメだな、あの立ち回りもダメ、あの立ち回りならいけるかもっていう、パターン化がね、できるんでね、まあ、いろんな立ち回りを、知っとくことはね、いいことかなと思いやす。というわけで、手札がすごいやばいので、回します。手札がやばいので、アイゴレ。バルーンかな？アイゴレ見たら何でもバルーンだと思っちゃうな。ポンペオバルーン。インドラメガゴのバルーン。アイゴレメガゴってなんだろうね。スキャラとかかと。あ、やべえ、これメガゴに当たんねえかな。まあいいや。やんなむっちゃえば。やべえ。これやったかも。いや、これやったな。やったな。まあまあでしたね。危ねえ。アイゴレマスケメガゴダックプリスケラ。夏いですね。で、問題は、タルか雪玉かですね。ポイズンボムタワーか、ポイズンゴボリがあって、タルババか雪玉かのこの世界、これでね、世界変えますね。雪玉じゃなかった時はもうね、バンバン剤ですよ、これ。雪玉だった時はもうね、表現できないんですけど。多分メガゴはきついですね。しかも今この2枚割いてるんで、ワンチャンこっちスケラきますけど。オッケー。いや、でかい。でかいよ。で、2枚割いたので、ここでバルーン飛ばします。メガゴ、マスク割いたので、ここで相手は、あ、箱か。ワンチャンデリバリー現象がある。オッケー。デリバリー現象なら一発入って、オッケー。ユニットも咲かせられた。オッケー、マスケも咲かせられたので、これ、端前ラバ行っていいですね。いや、ここは、一回ケツラバ行きます。逆サイにスケラ来ても、バルキリーとヤナメあるし、ダックプリ来ても、オッケー。これ、ガン無視ですね。ガン無視。ガン虫からの、これは多分ヤナメのね、使いどころかなと思いますね。ヤナメです。サクサクサク。で、バルキリーもいい感じに働いて、うわ、めっちゃうめえ、これ。やべえ、先行させられてる。それうまくね？バルーンの爆破と、マスク、あれで死ぬよな。うわ、やっと相手。え？ザップでインド残る。いや、でかい。いやー、めっちゃいい試合してる。逆サイ端前ダックプリーだな、これ。うわー、ダックプリーだな。うわ、やべえ、待って、終わった。え、待って、最悪。うわ、待って。え、めっちゃうまくない？うん？ちょっと待って。うわー、それうまい。うわー！ミスったな。ダックプリー。来るだろうなと思ったんですけど、最後単体だったんで。うわー、やったわ。いや、バルキー出すよな、あれ。さすがにあれは相手がちょっと上手かった説があるっすよね。うわー、あれもったいないですね。インド、まあ、ヤナーメで守れるから、ユニット1回出さずに、ワンテンポ待って、端前バルキリー、ダックプリに合わせて、まあ、ヤナーメザップでスケラを守るかでしたね。いやー、ちょっと相手のスケラからのダックプリにちょっとやられちゃいましたね。ちょっと悔しいですね、これ。多分勝てますね、全然。という感じで、最後ちょっと負けちゃったんですけどね、勝率1位のデッキで。ちょっとね、使ってみてくださいというわけでね、3つ今回紹介いたしました。ぜひチャンネル登録お願いします。というわけで、お疲れ様でした。バイバイ。